ユーロコミニズム、または欧州共産主義は中祖対立などにより国際共産主義運動が多様化する中で1970年代に西欧の共産党で彗星となった共産主義の一潮流。暴力革命路線の放棄、プロレタリア独裁論の破棄、党内の民主集中制度分派禁止規定を廃止した。ソ連共産党とは距離を置き、 プロレタリア独裁の放棄や複数政党制の容認、自由と民主主義の擁護などを公然と宣言した。フランス共産党は、1968年12月、先進的民主主義の理念を発表し、社会主義への道を切り開くための一貫した先進的民主主義の政治を打ち出した。そして、1972年、フランス社会党と共同政府考慮を締結し、 1974年の大統領選挙でフランソワ・ミッテランを統一候補として立て、当選まであと一歩のところに迫った。しかし、1977年、共産党は共同政府綱領の改定交渉で国有化の範囲を広げるなどの提案を出し、結果的に交渉は、決裂、社会党との共同綱領は流産した。さらに、 1985年の党大会でこれまでの方針を撤回、社会変革そのものを直接の目標とする闘争へと切り替えた。イタリア共産党では1975年の党大会でエンリコベルリンゲル書記長により歴史的妥協の方策が提案された。この大会で民主主義的反ファシズム革命の第二段階と現状を位置づけ、 当時の与党であったキリスト教民主党との提携によって政権を獲得しようと試みた。それはイタリア共産党がそれまで掲げていた北大西洋条約機構体制からの離脱という方針を放棄するものでもあった。1976年の総選挙で得票率34%を獲得したが政権入りはならず、1977年に キリスト教民主党との協定も成立したが、やはり政権には加われなかった。そして、1991年2月、透名を左翼民主党と改め、社会民主主義の潮流に加わることになった。この時、その方針に従わないグループは、共産主義再建党を結成した。スペイン共産党では、モンクロア協定などが特徴的な事件であった。 1955年の6全教以降の日本共産党も巡航量の自由と民主主義の宣言などに示された路線はユーロコミュニズムの一種と見さなれることがある。1970年代後半の一時期にはユーロ日ポコミュニズムなどと発言していた時期もあった。しかし日本共産党は西欧諸国の共産党が NATO を容認する姿勢を 示したことを激しく批判した経緯もあって、ユーロコミュニズムとは一線を隠していると主張しており、その立場を現時点でも撤回しておらず、非同盟諸国首脳会議への加盟を考慮に明記している。また、西ヨーロッパのユーロコミュニズム諸島は、党の内部に多様な思想の存在を認めているが、日本共産党は、冷戦以降も多様な意見が同時に存在することを、 党の規則で禁止している日本共産党は、冷戦後に、旧西側諸国で派閥の禁止と、民主集中性を維持している政党であり、戦後に、日本共産党における著名人及び古参活動家も、戦前からのものも、時代ごとの執行部の方針に賛同しないものは除名、除籍されている。民主集中性廃止、派閥禁止の廃止が基本であるユーロコミニズムとは、 完全に異なる。日本共産党内で党内に多様な潮流、文化の存在する権利を求めた学者党員などは党と社会とを混同するものとして徹底的に批判され自己批判に追い込まれ除名されるか離党させられた。ありがとうございます。